ございます。お願いします。お願いします。どうもーす。はい、いいですね。WBC 選出、日本代表選出、ありがとうございます。ありがとうございます。改めて、まあ、正式に発表された形ですけれども、お気持ちいかがですか？いやもう率直に本当に自分でいいのかなっていう、はい、気持ちもありますけど、まあでも小さい頃からの夢でもあったので、まあ、しっかりと日本のために自分ができることを頑張りたいと思います。栗山監督の方から連絡っていうのはありましたか？はい、はい、いただきました。いつまあ先週の土曜日ぐらいですかね、はい、に直接お電話で、はい、どんな言葉をかけられましたでしょうか？まずはその体の状態を聞かれて、まあ、自分としても全く問題はなかったので問題ないですってことを伝えて、まあ、あとショートとセカンドまあ両方のポジションをやってもらうことになるって言われたので、まあ、そこはしっかりと、まあ、今年見る一本ってこともまあ言われているとは思うんですけど、まあ、そこをしっかりとショートの練習もしっかりとやっていきながら、まあ、両方頑張っていきたいなと思ってます。なんかこうどんなことに期待してるぞとかっていう言葉ってありました？やっぱりスピードに期待していただいてると思うので、まあ、そこの期待にしっかりと応えられるように頑張っていきたいと思います。先ほどあの自らもおっしゃってましたけれども、あのチームとしてはセカンドにコンバートというのを、はい、今岡田監督が方針を示していて、はい、ご自身も自主トレとかでもセカンドのノックをずっと受けてきていると思うんですけれども、はい、改めてこうショートとセカンドの両立っていうのは難しいとか不安とかっていうのはないですか？まあ、正直もう本当にゲッツーにしても向きが逆なので、まあ動き自体は難しいんですけど、まあどちらのポジションも自分が野球をやってきた中でどっちも経験はしているので、まあそこまで不安なくいけるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。あの代表メンバーを、まあ、一部発表されているメンバーを見ても、はい、そうそうたるメンバーと一緒に野球をやることになるのかなと思うんですけれども、誰にどんなことを聞きたいとか楽しみ、一緒にしゃべりたいというか一緒にプレーして楽しみな選手っていらっしゃいますか？まあ、そこはやっぱりあのエンゼルスの大谷翔平選手が、はい、一緒にプレーできるというのは本当に嬉しいことですし、まあ、いろいろ、まあ、タイプは違いますけど、いろいろ、まあ、メンタルの面であったり、まあ、そういったところを聞いていければいいかなと思います。ありがとうございます。あの先ほど小さい頃からその日の丸をちょっと憧れあったということだったんですけど、なんか具体的になんか WBC のなんか最初を見てとか何かきっかけとかってあったりするんですか？やっぱり、イチローさんが、打ったあの韓国戦で打ったタイムリーっていうのは、もう本当に自分の中でも小さい頃見てて本当に記憶に残ってますし、まあ、そういったところで本当に日本中が湧いていたなっていうのは自分でも分かったので、もうその瞬間、まあ、そういった中で、はい、プレーしてみたいなっていう気持ちが強くなりました。ありがとうございます。はい、どうぞ、海入テレビです。はい、まあ、社会人からドラフト6位に入団して、まあ、3年目で WBC 日本代表にまでということなんですけども、入団サポートというのはこういうことはどうですか？考えてますか？いや、全く想像できてなかったですね。ここまで順調に2年間来るとも思ってなかったので、まあ、正直本当にびっくりしました。まあ、ここまで来れた要因みたいなところはどういうところだと？要因というか、やっぱりずっと2年間試合に出続けられたことが、まあ、一番の要因かなと思ってます。日の丸を背負う形になります。でタイガースからタイガースの代表としていく形になりますけれども、意気込みの方一言お願いします。そうですね、まあ、あの湯浅と2人で、まあ、タイガースを代表していくわけなので、まあ、しっかりと全国に、まあそのまあ、タイガースの一員だったということをしっかりとアピールできるように、まあ、タイガースもしっかりとアピールできるように、あとはチームにしっかりと自分のやるべきことっていうのをしっかりとやっていきながら、まあ、世界一に貢献できるように頑張っていきたいと思います。どんなプレーを見せたいですか？やっぱりあのスピードっていうところを期待していただいていると思うので、まあ、しっかりと盗塁を決めて、大事な場面で鳥谷さんのようなああいう緊迫した場面で盗塁が決められるように頑張りたいと思います。あの鳥谷さんの盗塁っていうのは見られて？はい、見てました。どうでした？あれ見てて。いや本当にもうあのアウトになったら負けてしまうという場面で、まあ、走れるそのメンタルというか、まあ、そういうところも本当にすごいなと思いますし、まあ、そういったことを自分もやっていかないといけないタイプの選手だと思っているので、まあ、そこをしっかりとあの舞台で出せるように頑張っていきたいと思います。
WBC 日本代表選出おめでとうございます。ありがとうございます。選出を受けての今の率直な思いを聞かせてください。はい、そうですね、まあ、大変光栄ですし、まあ、ジャパンの一員として、まあ、WBC に出場させていただけるって、まあ、しっかり感謝と覚悟を持って臨みたいと思います。栗山監督からは連絡はありましたか？そうですね、去年の、まあ、12月に直接電話いただきました。どんな言葉をかけられたんでしょう？言える範囲でお願いします。世界一になるために力を貸してくれないかっていう言葉をかけられました。どんなことに期待しているとかっていう感じはありましたか？多分なかったと思います。わかりました、はい、ありがとうございます。あの岩佐投手自身は入団してから、まあ、怪我を、まあ、度重なる怪我があった中で、はい、去年ブレイク果たして一気に代表の座に上り詰めたと思うんですが、まあ、周りから見ると、まあ、来るものがあるのかなと思うんですけれども、ご自身の中ではいかがですか、その日々を振り返って。そうですね、やっぱり、まあ、やってるからにはずっと目標でもあったので、まあ、本当に、まあ、リハビリしてるときはすごく苦しい時期もありましたけど、やっぱり今思えば無駄ではなかったと思いますし、まあ、その時期があったからこそ今があると思えてるんで、まあ、本当に良かったとは言えないかもしれないですけど、まあ、とりあえずは良かったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ちなみに背番号っていうのは、はい、もう多分決まってるかと思うんですが、はい、何番でしょう？22番です。22番。はい、藤川球児さんの背番号と同じ番号かと思うんですが、どういった経緯で選ばれた？選びました。はい、なぜ22番？そうですね、まあ、過去の WBC の大会でピッチャーでは球児さんと浅尾さんがつけてらっしゃったと思うんですけど、やっぱりリリーフやってるからには追いつき、まあ、超えていけ、いかなければならない背中だと思っているので、まあ、そこで自分の覚悟もの意味を含めて22番選ばせていただきます。球児さんを超えるためにというか、超えたいという思いですか？超えたい、まあそうですね、なんていうんですかね、やっぱり、なんていうんですかね、まあ、上を目指すからには、まあ、まあ、それぐらいの覚悟というか、自分の中でも、まあ、そういう世界の大会ですし、やっぱり、やっぱ目標でもあるので、まあ、本当に、なんていうんですかね、22番にして、自分の中での覚悟と、まあ、しっかりいろいろと考えながら22番選ばせていただきました。ありがとうございます。ちょっとまあ話が変わりますが、 WBC のメンバーを見てもそうそうたるメンバーだと思うんですけど、はい、誰とプレーを一緒にするのが楽しみですか？そうですね、やっぱり、まあ、大谷さんと一緒にできるってことはすごいことだなと思うので、はい、大谷さんです。どんなことを聞きたいと思いますか？まあ、本当になんていうんですかね、やっぱりメジャーでやられてて、まあ、自分の知らないことばかり知られてると思うので、まあ、本当、まあ、投げてる時にどういうことを意識してるとか、どういうトレーニングとかしてるかとか、本当にたくさん聞きたいことはあるので、まあ、話せればいろんなことを聞いてみたいなと思います。ありがとうございます。ちなみになんですけれども、これまでの WBC の日本代表の試合で印象に残っているゲームって、はい、ゲームだったりシーンってありますか？1試合見に行ってるんですよ、小学生の時に。たぶん球児さんが22番つけた大会、東京ドームに見に行ってて、あまり試合自体は覚えてないですけど、すごい東京ドームで WBC の試合見たってことは覚えてます。あの舞台に自分が立つということは改めていかがですか？そうですね、やっぱり、まあ、ずっと、まあ、代表で出たいって思ってましたし、本当にそういうチャンスをいただけたので、まあ本当に自分の持っている力を全て出せるようにしっかり準備したいなって思ってます。どのポジションで投げるとかっていうのは
もう監督から言われていたりするんですか？いや、全然言われてないです。ユースとしてごめんなさい、どのポジションで投げたいなって言われますか？いや、特にそんなどこで投げたいとかないですけど、やっぱり、まあ、どこで投げてもやることは変わらないと思うんで、まあ、しっかり自分のことできることをやるだけだと思ってます。ありがとうございます。じゃあ最後にあの22番を背負っての日本代表、はい、WBC に臨むことになりますけれども、どんなピッチングを見せたいか意気込みをお願いします。そうですね、やっぱり、まあ、見ていてワクワクさせられるようなピッチングをしたいと思ってますし、本当に自分の持っている力を全力で出すだけだと思ってるんで、それに向けてしっかり準備して臨みたいと思っています。